神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします交通事故に遭い治療を受けていたザ・ドリフターズのメンバーでタレントの中本浩二さんが19日午後10時22分急性硬膜下血腫のため入院先の病院で亡くなりました81歳でした 神奈川県警によりますと、中本さんは18日午前9時10分ごろ、横浜市西区の市道交差点で、南区に住むパートの男性のワゴン車にはねられ、頭などを強く打ち、重傷でした三井不動産などは19日、横浜・みなとみらい21地区に三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアを来年5月に開業すると発表しました。 横浜高速鉄道みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約5分に位置し観光ビジネス客の需要を見込んでいます相模原市が新たに設けた相模原スポーツ宣伝大臣に駅伝の強豪青山学院大学の原進監督が就任しました市役所で19日に行われた任命式で原監督はアスリートの活躍を発信したいと意気込みを述べました どどどどど。<music>